ノーエッ TV。 こんばんは。私、クラックの山康道と申します。はい、ノンフィクションライターの安田光一です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、突発があったので、皆さんご存知だと思いますが、予告的に突発をやったので、山口に行ったレポートを、もうほとんど全部それほとんど喋んないです。撮れ高が多すぎて、ビデオが多いんでほとんど喋んないですけども、はい、安田さんの解説を交えながら進めていきたいと思いますが、その前に、あ、安田さんいかがでしたか、山口は。毎年行ってらっしゃいますけど。そうですね。山口、今日はね、調整炭鉱っていう、海底炭鉱で起きた事故に関して、慰霊祭があったので、私と野間さんで取材に行ってきました。はい、その映像をこれからお届けするわけですけども、私は今回4回目なんですね。この慰霊祭に参加しましたのが、で、4年前からこの取材を続けています。いずれこれをまあ本なんかにまとめる予定ではいるんですけれども、見えてくる風景っていうのは、これまでほら、野間さんと一緒にね、取材してきた日本各地の朝鮮人労働者、徴用工の働いてきた現場とすごく重なるわけですよね。で、見えてくる問題点とか、そこから浮き上がってくる社会の風景というもの、これやっぱりね、改めて朝鮮炭鉱の事故を、振り返る中でね、同じものが浮上してきたなっていう感じがしました。そうですね。何が問題なのか、これ決して100年前、ごめんなさい、80年前の出来事ではなくて、80年前の出来事ではなくて、今の問題として捉えなくちゃいけないことっていっぱいあるでしょ。これは終わったことを振り返るのではなく、過去を見つめることによって、これからどうすべきか、これから日本社会が何をすべきなのか、何をしてはいけないのか、そうしたことが全部含まれてるんじゃないかなって改めて強く感じました。はい。なんだけど、その前に、乗り物コーナー。踏切ですね。車やん。トラックやん。二連やん。かっこいいね。ボンネット式ですよ。パッシングまでしてくれました。あれ、ナンバープレートがついてない。今私は宇部市の、旧宇部鉱山、現在は UBE と社名を変えましたけども、その UBE の工場群の真ん中に立っています。今私の、後ろにはですね、踏切が見えているかと思いますが、これは宇部鉱山専用車両のために作られた踏切なんですね。車両のための踏切っていうのは非常に珍しいかと思います。宇部専用道路の、を走っている、つまりナンバープレートもついていない、公道を走ることができない大型運搬車のための、踏切が今見えているはずです。ボルボ、カミヤのすれ違いですよ。そうですね、安田さん。これは初めてですね。これね、沖ノ山石灰荷降ろし場って書いてあるでしょ。はい。実はここも、今日やる海底鉱山だったみたいですね。工場っていう感じの建物ですね。産業革命。資本主義って感じがします。はい。資本主義の勢いを感じますね。このね、専用道路が
30キロぐらいあるんですよね。そうこれね、一見高速道路に見えるじゃないですか、うん、これ高速道路じゃないんですよね、うん、これ宇部高、旧宇部高山のための道路、つまり市道なんですよね。そうですね、これが力作なんで、ね、この橋がすごいじゃないですか、うん、これね、かなりの傾斜があるんですよね、実際にはね。この橋ね、指導なんですよ。そう、これも指導。これも一企業のための指導なんですよ、ね。宇部高山やばくないですか、うん、こういうふうにトレーラーが通っていくんですよ、2連トレーラーが。いわゆるこれダブルストレーナーと呼ばれてるらしいですけどね。うん、これだから公道はこれ、今日本はこれ走れないんですよね。そうです。この2連のやつね。指導でしか走れない。オーストラリアとかアメリカとかには走ってますけどね。トレインですね、これもね。だから乗り物コーナーで合ってるんです。これ長さ30メートル以上あるらしいですね。うん、どんだけ力入れてんねんっていうね。本当こればっか撮ってました。これアメリカのケンワースっていうトラックですよ。これ撮影2時間かかりましたからね。かかりました。どうしてもこれを撮りたかったんです。どっちが目的か分かんないみたいなね。はい、宇部に行くんならこれを撮らないといけないみたいな。そうですね。なんだけどやっぱりその。宇部といえば宇部高山でしょ、はい、でこれ今セメント屋さんですけど、もともと江戸時代からやっぱり炭鉱会社なんですよね。そうですね。でさっきの安田さんが建てたところも沖ノ山というところで、はい、沖ノ山海底炭鉱があったところで、その宇部の海底炭鉱というのは沖ノ山とかに新浦とか、それから長生炭鉱という4つもあって、その要するに海底に炭田が、はい、あったわけですよね、というところで今日の特集につながるんですけども、はい、その安田さんがいつも毎年2月にレポートしてくださる調整なんかも追悼し、はい、ついにカメラが入りました、はい、ノーヘイト TV の、はい、ちょっと今までじゃあ3年4年行ってて俺は何をしてたんだって話カメラ持ってない写真は撮ってましたけどね、写真がね、はい、静止画しかも数が少ないですよ写真のね、はいはい、その様子をちょっと8分ぐらいにまとめましたので、はい、ご覧ください。詳しくは存じませんが、私のおじいちゃんが事故現場に行ってここに安置してございます。たくさんのご遺灰をおじいちゃんがその場で書いたと聞いております。阿弥陀仏Oh.
足昇格道通圧練習門高層上満足医療老実行一月集中期天候本部現一週台方黙祷。今年82周年ということで、直系の息子さん娘さんがその年に生まれてももう82歳という、本当にご遺骨を待っておられる皆さんが、ご高齢になられましたので、私たちは今日ですね本当に心から強い決意を持って今からご挨拶をさせていただきたいと思います。昨年は一口で言えば遺骨発掘に向けた怒涛の進撃の1年間でした。コロナのために中止に追い込まれた政府交渉を12月8日に4年ぶりに再開できました。その交渉の最後に人道調査室は政府を代表して今後制限を設けず刻む会との話し合いに応じますと回答しました。事故の日、冷たい海水に飲まれながら港口を目指して必死に走ってこられた犠牲者の皆様に対し、まずは港口を開けることが道義的責任であり、政府交渉の第一課題です。直系ご遺族には残された時間がない中、刻む会は一時も無駄にせず全力を挙げることをお約束いたします。何があっても今年中に港口を開けたいと思っております。6월반환문제는인도주의현실주의및미래지향이라는3대원칙에따라진행되는것으로합의되었고일본정부는해당합의를근거로검토한다고하면서도특히장생탄광의6월은해저에수몰되어있는상태이고매몰위치및깊이등이확실하지않기때문에현 시점에서는6월발굴을실시하기어렵다고말하고있습니다정부관계자가직접수몰사고현장을답사하고내린결론인지납득하기어렵고특히장생탄광은갱구와갱도및피하의위치와희생자수가알려져있기때문에좀더적극적이고과학적인탐사를한다면6월발굴이가능하다고생각합니다
일본 정부는 가해자인 탄광회사를 대신하여 희생자의 유해를 유족들의 품에 안겨주는 것이 인도주의적인 측면에서 그리고 앞으로의 한일 관계에 있어서 미래지향적인 측면에서 마땅히 진행해야 할 도리라고 생각됩니다. なお日本政府は 昨年12月8日の政府との交渉の場で追悼式にご挨拶をいただくよう丁寧にお願いをいたしましたが、今年もメッセージすらございません。これが現政府の対応であることをご報告いたします。池田部長、井上裕二、岩切淳二、岩崎正輔、岩永手前も、上田勘次郎、上田佐賀子、上田桃和、江本淳二、大城壮介、김사진、김우진、김원달、김원덕、김유준、김일환、김재성、김정색、김주보、김지수、김철득、김철호、김춘회、김칠성、김화상、남호석、명길찬、명무생、박광환、박남석、박레오、박맹문、박명규、박삼돌、박창구、박창윤、박석기、박어경、박연하、박영기、박을용、박이통、박이룡。簡単に追悼式の様子を短かったですけど、ご覧いただきました。安田さん、今年はなんか人数とかも多かったんですか？多かったですね、うん、私が足を運ぶたびにどん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 人数が増えてる感じがします、うん、それだけ関心が深まってるんだなと思いますけどもね、うん、これ事件のあらましで簡単に言いますとね、はい、ご存じない方のために説明します。この海底炭鉱、これ海底炭鉱だったんですね、うん、で先ほど2本の排水口が海面から突き出たと思います、うん、これいわゆるピーヤと呼ばれているもので、うん、いわゆる縦坑なんですね、はい、海底の中に坑道が走ってますけれども、それに空気を送り込む、あるいは中にある空気を吐き出すための排気口、これ縦坑と呼んでますけども、うん、これが2本突き出てるままになってるということなんです、うん、でこれが1942年、つまり戦時中ですけども、うん、いわば海から水が漏れてですね、うん、水没事故が起きてしまった、うん、これ当時の言葉で言うと水非常って言うんですが、うん、その水非常が起きたことによって183人が亡くなってるんです、うん、現場で労働者がですね、はい、その183人のうち136人が朝鮮人労働者だったと、うんうんうん、そういうことです。そして今でもその136人、あ、ごめんなさい、全犠牲者183人の遺骨がこの海底に沈んだまんまなんですよ、うんうん、取りに行くことはできない、うん、だから昨年ずっと今、この刻む会の人々がですね、うん、一生懸命政府と交渉して何とかできないのか交渉してるんだけども、政府動かないわけですね、うん、12月8日にその交渉が久しぶりにあったということで、はい、どんな交渉だったんですか？とにかく政府として、うん、何か、まあ、予算を出してですね、うん、これを遺骨を見つけるために何か努力をしてほしい、協力してほしいということは言ってるんだけども、うん、政府の側はですね、うん、いやどこにあるのかはっきりしないとかですね、うん、そうしたさまざまな理由をつけて直接的に動こうとはしない、うん、ただ今後も対話を続けていくってところが一つの前進ではあった、うん、だけれども、うん、目の前に遺骨があること分かってるんですよ、うん、
そのための予算も出さなければ、うん、実際現地調査した形跡もないんですよね。そしてなおかつこの慰霊祭にメッセージもよこさない、うん、地元の市長であるとか、うん、あるいは山口県からは、担当者直接足を運んで出席してるわけです、うん、にもかかわらず国は直接足を運んでいない、うん、メッセージもよこさない、この国の対応に対しては私も憤っているし、うん、地元の方々何よりも遺族の方々が、うん、私たちの要するに、まあ、おじいさんであったり、うん、そういう人が沈んだまま政府は何もしてくれないのかということをずっと主張しているわけですよね。ですから今年こそは何とかしなければ、うん、何か遺骨を見つけるための糸口でもつかめないのか、そうしたことで、市民団体の方々が今一生懸命頑張っておられるといった状況です。先ほど挨拶、韓国語で挨拶しておられた方が、韓国の遺族会の会長さんですね。そうです、はい、でそのちょっと前に、海に花を投げてたあの4人ぐらいの、はい、男性と女性と 4,5 人の方が、はい、あの韓国の遺族会の方々、その通りです、ということです。それでこれね、どこにあるのかっていうの、前3年前から使ってる地図をもう一回出しますが、はい、これ山口県ですよね、山口県のあそこの赤いところ、はい、です、ここで、これちょっと前まで Google マップに P やって出てたんですけど、今僕の Google マップでは出ない、うん、でただ今日始まる前にチャット欄で、Google マップに表示されていると書いていらっしゃる方がいたので、また出るようになったのかもしれないです、はい、群馬の森もそうでしたけど、ネトウヨが消すんだよね、うん、なんかどういう方法なのか知らないですけど、なんで消されたらまた復活させるということをやっていった方がいいんじゃないかなと思います。そうですね、でこの地図に P やと書かれてますけども、はい、実際に事故が起きた、つまり海水が漏れてきたのは、うん、天板が崩壊してですね、うん、海水が浸水してきたのは、うん、この海岸から1キロ離れた場所なんです、うんうんうん、でここで多くの方が作業していた、うん、にもかかわらずそこに水が侵入してですね、うん、当然1キロですから、うん、そのまま海底に沈んでしまった、うん、ということになるわけですよね、はい、でこれはまあ話すと長くなるんですけども、当時海底炭鉱っていろいろあったわけです、うん、ところがここの安全基準はものすごい緩かった、うんうんうん、他の炭鉱はかなり深めに掘ってあったにもかかわらず、うん、この、調整炭鉱かなり浅い位置にですね、うん、掘られていたわけです。通常であったら海面下40メートルぐらいのところを掘るの、坑道を掘るのが当たり前であった、うん、にもかかわらずかなり浅い場所にあった。それはね、コスト削減のためなんですよ、うんうんうん、深く掘れば掘るほどお金がかかる、うん、ですから当時の調整炭鉱経営陣というのは、うん、そこまで深く掘ることなく安全基準を無視して朝鮮人労働者などを働かせていたということになるわけですよね、うん、なるほどなるほど。そのあたりも含めて、今回はその追悼式の前の日に、はい、フィールドワークもあってですね、でそれがそれにも参加してきて取材をしてきました、はい、でそんな中で、非常にその詳しく、今の話を、はい、それももちろんそれももちろん全部は出せないんですけど、はい、これ約10分ほどちょっと見ていただきたいと思います。今の安田さんがおっしゃってた、炭鉱の安全基準の問題とか、はい、そういう話も出てきますので、ぜひこれでほぼほぼ概要がわかるんじゃないかなと思います、はい。私たち923関東東西大虐殺を記録する構造で、東京でもってその関東大震災の虐殺についてやってきて、講演会を毎月やってるんですけども、つながりのある歴史的な問題とか人権の問題とかそういう問題に対しては地方にも行って勉強しようということで企画してまいりましたと、韓国の遺族会はまさか日本人までこういうふうに
ある追悼碑というふうには思ってなかったんですね。一緒の名前の並んでるところで自分たちはその頭を下げたくない、お父さんをいじめたかもしれない、日本人の人に頭を下げるのは自分たちはできないっていうふうに、言われてですね、じゃあ日本のピーヤのようにしたらどうでしょうかって言ったんですね。別々のその日を一応ね、形としては別々の日にしようと、で日本で一つの追悼碑にしたらどうだろうかと。でもう一つ問題になったのは、強制連行って入れてます。でやっぱり強制連行って入れないと、強制連行があったこと、全てが強制連行ではないけども、強制連行があったことがね、はっきりしない、きちんとしないってい いうこともあって、強制連行っていうのはもう強制炭鉱の場合は、1939年から、募集という名前の1939年10月から始まっているんですね、第1回が。でやっぱその第1回でも逃亡してるっていうのが、特攻月報に、朝鮮炭鉱の唯一の記事です。特攻月報に載ってるのは1939年にもう来た時にも17名、第1回目で17名逃げました。でその混乱に乗じて2人が、捕まったりしてまたそのあと24名ですね。だから41名がその時逃げていってしまう。1回目ですよ。これが強制連行でなくて何でしょうかね。でこの朝鮮炭鉱の証言によれば、面の面長、村長さんですね。村長さんと会社の人と、あるいは警察の人と来て、ご指名であなた行きなさいよって、これが募集ですよね。それはないでしょ。そんなことは日本ではですね、自分から出向いて募集 のこれ行きますよというのは募集ですけども、やっぱりそういうことが多かったっていうことと、キム・ギョンボンさんなんかは警察が来てですね、自分を引っ張ろうとしたらお母さんがダメだダメだって警察の足を持ってですね、子供を連れてかせんようにってお母さんがされたんだっていうことも言ってますし、それから募集、本当に張り紙を見て募集した人がいます。で募集でいいこと言われてね、日本行ったら稼げるよって来た人が、船に乗った途端に、募集、船に乗った向こうの釜山の旅館にみんな集まりますよね。もうその時がもう監禁状態ですよね。で船に乗せられたらもちろん逃げられませんね。で山陽本線から上に来て乗り換える時なんかはもう見張りがバーッと50人ぐらい立っていたということで、本当にこれはおかしい、募集って手を挙げた人でもそうなってしまうわけでしょ。やっぱそれが強制連行でなくて何なのかっていうことだと思うんですけども、やっぱり私たちが証言を長いこと集めてきてて、強制連行って入れることに何の抵抗も私たち自身もですねなかったっていうのは、そういう積み重ねがあって、できたことだなっていうふうに思ってます。朝鮮炭鉱の水没事故は2月4日にこれだけしか出てないんですね。2月4日だけ、あと全く報道がされていない。まあこの戦争真っ最中の頃、どれほどのね報道感染が敷かれたのかなということは分かるんではないかなと思います。次の2月4日事件っていうのが伝え聞いているんですけども、そこではもう これほどの事故が起きて、そして助けてくれっつってご家族の皆さんとかみんなもう泣き叫んで坑道の前にね、坑口の前に行くわけですけども、すぐ坑口を閉めてしまう、水が上がってこないようにということも含めてですけども、救出をしないで、まだ生きてるかも分かんないっていう、まだ希望のある時にもう閉めてしまったわけですね。だからもうご家族の皆さんがもう事務所に押しかけて、ガラス窓割ったりして、何をするんだっていう、もう大騒ぎに暴動になっていった。でそこに憲兵が来てですね、でそれを取り締まってる時に、発砲をして4名が亡くなったんではないかというふうに言われてるんですが、まあそれは記録が一切ですね、その頃の記録はまあ多分これと同じでですね、全部なんかないものにされたんではないかなっていうふうには思うんですが、探しても全くその記録は出てこないということになります。でその時に当時小学校5年生だったキム・チュンブンさんという方が
いるんですね。もうその時の様子を克明に書いてますけども、チマチョゴリを着たお母さんたちの斧をこの中に入れてですね、でその中に棒を持って入れ入れってやった人を探して回ってたと、どこ行ったんだってみんながね探していたっていう、その時の朝ですね、ネズミがバーッと出てきたそうです。でそのネズミがその振動を感じて出てきたっていうので、みんな危ないって出てきたら棒を持ってたその人に入れってやったと。だからそれを見ていたわけですから、人災だということです。戦争中の中で危ない炭鉱で、まあ水没とかね、いろんな事故あるかもしれませんが、もうこれはもう本当に危ないだろうと言われていて、掘ってはいけないっていうね、法律違反を犯してまで掘っていたっていうことが、ここで示されています。で、第4基礎と第3基礎というものがあるんですが、第4基礎が7メートルしかない場合ですね、5メートルから10メートルしかない場合は、ここは40メートルなきゃいけないと。つまり40メートルなきゃいけないというか、45から以上は絶対なきゃいけないということですよね。でところがここは一番深いところで37メートルです。でここに合宿所っていうところがあります。でこちらは社宅ですね。こちらは社宅です。でこっちは自由渡航の人たちが入っている。でここ合宿所が、いわゆる強制連行されてきて逃げないようにされていた人たち、1258名連れてこられてますけども、その人たちがここにいた、はい。ここにあのコンクリートの階段がありますけども、これはこの向こうに道があったっていうことですね。甲口に向かっていくために、はい、でここからですね、こう斜めにこう来てますね、このこう来てるので、こういうふうに行ったところに甲口があったと思われます。今あのここから見える空いてるところがありますよね。この野っ原のところが甲口があるんではないかというふうに言われてるところで、さっきのとこから斜めに来たところであって、で、フィーヤと平行線に、フィーヤあそこにありますよね。フィーヤから、フィーヤは古い坑道ですね。昔の縦坑なので、それよりも横、あれを利用しながら本坑道をここから海の中に向かってね、掘っていったということで、フィーヤから10メートルとか15メートル、左側に本坑道があると。こちらを岸のフィーヤって呼んでます。で、奥のフィーヤと岸のフィーヤっていうふうに呼んでますけども、で昔はだからあそこの中に入っていって、それから石炭を取って、あそこからまた出す。していたもので、それをあの強制炭鉱を新たに掘っていくときにですね、こっちのここから10メートルか15メートルぐらいに鉱口があって、そこを掘っていくんですね。でその時にこれを空気穴に、あの空気を循環するための、空気穴と海水、奥のピーヤ、沖のピーヤの近くが一番低くなっていて、でそこがポンプ小屋があって、そこに水が集まってきて、それをそこから入るというふうに、利用していたというものです。はい、いろいろ大事な話がぎっちり詰まっていました。まず、あの追悼碑は、日本人も韓国朝鮮人も両方を
を、等しく追悼するという日であったということですね、はい、でその時に韓国の遺族から最初は抵抗があるという話が出て、それで日本の PR を模した追悼日という形になって、はい、名前が分かれていて右側が日本人の人、はい、で左側が韓国朝鮮人の人っていうふうになってるんですけど、圧倒的に朝鮮半島出身者の方が数が多いですね、うんうん、ただ日本の人の方のも名前を見ていると、新垣さんとか大城さんとか島袋さんとかね、さんとか沖縄の名前の方が結構いるという、はい、これはどういう状況だったんでしょうね。沖縄から結局出稼ぎに来られた方が多かったってことなんですよね、うんうんうん、これは何も炭鉱労働だけに限らず、うん、大阪とか東京の工業地帯における工場労働者でも、うん、当時は沖縄から来た出稼ぎの人が非常に多かった、うん、沖縄がまだ非常に貧しくてですね、うん、それからいわば、日本からの搾取もあったという状況の中で、うん、本土に働きに来る方非常に多かったわけです、うんうん、その人々がやっぱり朝鮮炭鉱の中にも一部いて、うん、犠牲となってしまったということですね、うんうん、私の知り合いの沖縄の人でもですね、うん、おじいさんが朝鮮炭鉱で働いてた、そう証言する人がやっぱりいました。その方は別に事故には巻き込まれなかったんですけども、うん、朝鮮炭鉱っていうのはやっぱり沖縄の人にとってみると、うん、出稼ぎ先の一つではあった、うん、ということなんですよね。それから、はい、そのさっき安田さんがおっしゃってた、炭鉱自体が、当時も違法な採掘であったと、はい、おいうような話、も出てました。やっぱり無理やりそのエネルギー石炭を取らせるっていう、はい、ことが先走って人命を軽視したと、いうことですよね。そうですね、うん、って言ってみればこれは人災事故だった、うん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 、その可能性非常に強いわけです、うん、で実際にこの朝鮮炭鉱の経営者、うん、ライソン淵之助さんという方なんですけども、うん、この方が戦後ですね、うん、別の案件で、うん、法律違反を問われてですね、うん、その時に、この朝鮮炭鉱のこの行動そのものが法律に違反しているものであったということを自ら証言してるんですよね、うん、ですからこれはまさに人災であったということは十分に言えるんじゃないかなと思うわけです。この真ん中に映ってる人がライソンさんかな、確かそうですね。そうですね、うん、はい、でこれちょうどピーヤの横ですね、はい、これ桟橋が当時できてた遠浅の海なのでね、はい、船を横付けする場合には奥まで桟橋をつけなくなったわけですね、うん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 、で、その横から、この桟橋によく見ると鉄道が通っていて、はい、伏線になっていて、トロッコ電車ですよね。トロッコ列車ですね。往復できるようになっていると、はい、こういう、で、その端っこにチマチョゴリを着た人が、映っているという、そうですね、そういう貴重なシーン。はい、これ昭和8年ですか。はい。そうですね、チマチョゴリ着た女性がいるということは、うん、ここに朝鮮人労働者がいたことを意味するわけですけども、うんうん、この朝鮮人労働者、うん、一つだけ付け加えますとね、うん、山口県全体で、うん、この炭鉱の中で働いてた朝鮮人、当時の事故当時ですよ、1942年事故当時ですね、うん、山口県全体では、うん、労働者のうち約 9.3% が朝鮮人労働者だった、うん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 、ところがこの朝鮮炭鉱では、うん、全従業員のうち 75% が朝鮮人労働者だったわけです。他の炭鉱と比べると朝鮮人労働者の比率が圧倒的に高いんですよね、うんうん、だから地元では朝鮮炭鉱ならぬ朝鮮炭鉱とまで呼ばれていたわけですね。なるほどね。それと、さっき、合宿所の話が出ていました。はい。で、合宿所っていうのが、その実は、うん、その、徴用で、無理やり募集と言いながら、募集のことも言ってましたね。それでその日に強制連行とはっきり書いてあること、うん、それしかも意識的にその文字を入れたということについての説明がありました。で、強制連行といえば最近、その群馬の森で、無理やり問題にされた、はい、ものが強制連行という、これは日にはないのに、はい、発言自体が、発言、その追悼式で発言しただけで日自体をぶっ壊してしまったという、そうですよね、これ冷静に考え、うん、ちょっとこう時間が経って冷静に考えてみる、見れば見るほどめちゃくちゃ出てる、めちゃくちゃ話ですよね、考えてみたらね、めちゃくちゃ暴力的ですよね、でだから日には問題がないって一田がずっと言い訳みたいなことを記者会見で言ってるけど、はい、問題ないものを壊す理由が、
強制連行といった罰という非常に陰険で、うん、そのなんていうかな、こうファシズムというか、はい、なんかなんていうの、精神的に痛めつけるやり方ですよね、うん、これね。確かに、でこの日ができたのはいつですか。これがね、うん、2013年なんです。はい、意外と新しいですよね。新しいですね。ただしそこに至るまでに20年ぐらいの歳月がかかっているんですけども、2013年にそのあえて強制連行という言葉を入れた日を作ったと、はい、2013年といえば僕らがもう新大久保でわちゃ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 やってた年でしょ。在特会が街頭デモを活発に繰り広げた年でもありますね。ヘイトのピークの年でもあったわけなんですけども、はい、そこでこういうものが作られていて、その強制連行ということの、うん、説明、明快な説明がありましたね。あれはいかがでしたでしょうか。まあ、全くその通りだと思います、うん、募集という名前、1939年ですか、うん、始まってるわけですけども、うん、募集っていうとね、うん、いかにもなんか公募、うんうんという感じがするじゃないですか、うんうんうん、でも実際には先ほど井上さんが説明されていた通りに募集という名の強制連行であった、うん、要するに、免庁、まあ、村長がですね、うん、指名してですね、うん、これはまあ日本からの圧力があって日本からの指示、うん、命令に沿って、指名をするわけですけども、うん、各村でもって何人を教室しなきゃならないというノルマがあるわけですよね、うんうんうん、それに沿って労働者が日本に送られてきた、うん、しかもですよ、うん、これはもう僕らほら佐渡でも取材したけども、うん、逃げたら警察捕まるわけですから、うんうん、これ別に労働の自由な労働とは言えませんよね。そうですね。逃げただけで警察捕まるんで、うん、でしかも、プサンの旅館からですね、連れてこられる間もずっと護衛がついて、うん、で実際に先ほど強制労働された人々の宿舎というのがありましたけども、うん、ここにも3メートルを超える塀があって出入り口は1箇所しかなかった、うん、そこには常に見張りがいたわけですよね、うん、これ何の自由もないわけじゃないですか、うんうん、これを強制労働と言わずに何というのか、うん、あれさっきあの宿舎ね、宿舎が残ってるっていうのあの建物がそうなんですっていう話だったけど、はい、そんなに残るもんなんですかね、うん、だから結局その宿舎を利用して、うん、後に倉庫として利用したり、うん、改築したりするんだけども原型法、うん、形そのものは残ってるわけですよね、うん、だから実際にあのまま放置されたわけではなくて、うん、様々な用途として戦後も使われてきたわけですけども、うん、建物自体はそのまま残されていたということになるわけです、うん、なんか中にそういうその昔入った人によるとなんかその朝鮮語の落書きがあったとか ね、そうですね、そういう話がありましたよね、はい、主にとかで書いてある落書きがあったとか、あとその合宿、いわゆる合宿所だけじゃなくて、飯場というか、はい、そういうものも建物はあそこいっぱい残ってますね。ありましたね。結局飯場として使われた建物は、うん、戦後、借家として利用されたり、うん、そうとは知らずに住んでた人もかなりいらっしゃったと思いますね、うん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 、そういうことで、ただその水非常によって、はい、炭鉱が使えなくなっちゃったので、それでそのまま閉めちゃったわけですよね。そういうことです。強制炭鉱というのは、はい、それで、いつしかその鉱口も分からなくなってしまったと、埋めちゃったので分かんないという状況になったんですね。今映像も出てましたけどね、うん、あれ知らなきゃ通り過ぎれば、うん、ただのなんか雑木林というか、うん、そこ何があったかなんてことは想像できるような環境にはないですよね、うんうんうん、だから本当皆さんいろいろ調べられたわけですよ、うん、時間が経ってから、うん、果たして鉱口はどこにあったの、うん、っていう形で、うん、だから市民団体では例えば電気探査なんかを行ってですね、鉱口がありそうな場所を必死で探したり、そうした苦労を重ねてこられたということですね、うん、とにかくその追悼碑を建てて追悼するということにとどまらず、遺骨を収集すると、はい、まあ、これはその沖縄でもそうですけど、 あるいはその南方でもそうですけど、はい、遺骨を収集するということは、まあ、大変なことじゃないですか、だけどまあみんなそのボランティアの力とかでやったりとかしてますけど、ここの場合は実際にその埋まっちゃっててまずどこにあるか分かんない、だけども確実にその海の下にあるという、はい、状況なわけで、これを何とかしたいと、はい、これなかなか大変ですよね。大変ですよね、うん、ただ、うん、その今の目標としては、うん、それに調整炭鉱の水非常を歴史に刻む会っていうこの追悼碑を立てた、うん、市民団体ですけども、うん、の目標としてはまずその遺骨を何とかして、引き上げると、はい、引き上げて、韓国に
あるいは朝鮮半島に、はい、返還するということが大きな目標になっているということですね。そうですね、うん、最初の目標というのは、うん、とにかくこの刻む会、朝鮮炭鉱の三井城歴史に刻む会ができたとき、これ91年にできているわけですけども、うんうん、最初の目標というのはとにかく資料収集、資料や証言の収集だったわけです、うんうんうん、何が起きたのか、うん、誰が亡くなったのか、うん、そのために一生懸命調べまくった、うん、それからピーアをどうやって保存していくのか、うん、それから追悼碑の建立、うん、最初そういう目標を掲げたわけです、うん、これねちょっと話の中に あんまり出てこなかったと思うけども、どうやってそもそも犠牲者を見つけたのかって話になるわけですよ。そうですよ ねでこれ犠牲者のこの話後から出るのかな、うんうん、出ます。はい、小野田安田さんによるその刻む会の人のインタビューがあって、それ17分ぐらい結構ロングバージョンでお送りするんですけども、はい、その前に一つ僕が指摘じゃないな、感銘を受けたというか、はい、最初の追悼式のビデオでまず、お坊さんが出てきて、最高の住職さんが、はい、私のおじいちゃんがこの位牌を書いたんです、うん、事故のあった部分ね、うん、はい、その位牌っていうのは、それがそのまま82万年前のものが今も保存されていて残ってたんですね、毎年出して、はい、あそこではお経をあげるとこういうふうになってるんですけども、はい、それはおじいちゃんが事故の後に直後に書いたものなんだと、はい、いうことをおっしゃってました。まずそれが残ってるということだけでも、うんうん、すごいことなんですけれども、位牌をよく見ると、ほとんどの人が、日本名というかですね、そうですね、いわゆる創始改名をした、はい、人の名前が多い、ただし下の名前はそのまま元の民族名を使っている人が多いので、なんとなく朝鮮人ではないかなというような名前の人、あるいは漢字が日本で使わない漢字を使っているとか、はい、そういうことで分かるわけですよね、はい、でその人たちのもう人数も分かっているわけですから、その人たちの名前を追悼碑に刻みたいというところで、だけど創始改名された名前ではダメなんじゃないか、うん、ということがまず最初に、うん、考えるわけですね、はい、刻む会の人たちは、でだから それでそこから先いろんな手を尽くして名前を調べるんですけども、うん、最初のビデオで、キャンドルが出てきてました、はい、あそこにそのキャンドルには位牌に書いてある創始改名した名前ではなく民族名が、はい、出身地、年齢が書いてありました、はい、結構18歳とかそういう人が多くて、ね、みんなびっくりしたと思いますけども、あれはキャンドルを用意したのは日韓の中学生のグループだったんですよね。 はい、その人たちが追悼のためにキャンドルを手作りして、うん、人数分のキャンドルに火をつけて、はい、それから花を、海に投げ入れるということが追悼式の前の午前中朝にありました。で、そういう意味でその若い世代がこのことに積極的にコミットして何かをやっているという、それも日本と韓国の中学生が合同でやっているっていうのは非常にこうなんか希望を感じさせるような、そういう気がしました。そうですね。だからその名前ということが一つキーワードになってるかなと思う。そうです、うん、これ関東大震災の朝鮮人虐殺もそうでしたけども、うん、フルネームがきちんと例えば記念碑慰霊碑に刻まれてる例ってほとんどないんですよ、うん、一部でしかないわけですよね、うん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 、ほんの一部埼玉県なんかね、珍しいですね、珍しいですね、カン・デフンさんとか。そうです、そのこの人は名前が刻んである珍しいっていう話になっちゃいますもんね。そうですね、名前ってやっぱりね大事なんですよね、うん、誰がそこで亡くなったのか、うん、そうしたことをきちんとやっぱり探り当てること、調べること、深掘りすることはやっぱ大事だなと思いました、うん、しかももう一点だけ今、うん、お寺の話が出ました、うん、冒頭で写されたのは西光寺という現場近く、うん、海岸の近くにあるお寺さんなんですけども、うん、そこのご住職が佐々木真嗣さんという方で、うん、この方のお父さんがですね、うん、言ってみれば、ごめんなさい、佐々木正人さんですね、うん、佐々木正人さんが現在のご住職、うん、でおじいさんが佐々木真嗣さんという方なんですけども、うん、その方が位牌をずっと、まあ、書いておられたという方なんです、うん、でこの佐々木さんがですね、お経を読んでる時に、うん、もう二人お坊さんがいらっしゃった、はい、
でこのお坊さんどなたかっていうと、うん、これ地元のお坊さんじゃないんです、うん、一人は殿平義彦さんといって、うん、名前知ってらっしゃる方いらっしゃるかもしれない、うん、北海道で、うん、やはり強制労働で亡くなった朝鮮人の調査をずっと地元で続けておられる、うんうんうん、殿平さんが北海道からいらしてる、はい、それからもう一人は、これ山根さんといってですね、この方広島からいらっしゃった、うんうんうん、被爆者なんかの調査をずっとされてる方、うん、そうした人々と連携しながら、うん、みんなでお経を読んでですね、いたんだということになるわけです ね, ねそこにもなんか大きな意味があるような気がしました、うん、そういう話 もう聞かないと分かんないですからね。ただお坊さんが3人並んでお経を読んでるなとしか思わないですか、はい、でもやっぱりそういう背景がちゃんとあるということですよね。そういうことです、はい。それでまあさっきのねフィールドワークは、はい、1923 関東大虐殺を、記憶する1923関東大虐殺を記憶する行動っていう、はい、リャンデルンスさんという人たちがやってるものなんですけど、はい、これは僕ら、去年で言うと震災絵巻の新井先生の、講演会なんかも主催されてたところですよね。毎月今講演会やってて、はい、実は今日も番組と被ってますけど、今日石田正人さんの講演、オンライン講演会をやっている、ね、はい、群馬の追悼碑のね、はい、やってるんですけども、そういう人たちが積極関東大震災の朝鮮人虐殺のことだけに限らず、うん、こういうことをその学んで、伝えていくっていう仕事をされている、はい、でこれはやっぱり基本同じことなんですよね、うん、っていうことはやっぱりすごく思いました、はい、それで僕らもその、うん、関東大震災去年は100年目だったので9月はもうずっとそのネタだけしかやってないじゃないですか。でその後まあ大間鉄道行ったりいろいろやってますけども、なんかいつも同じ話をしている感じがします。だから全て同じ話題なんだなということが今回もやっぱり思いました、はい、でそれはまあ群馬の森もそうですけども、全部同じ話題であると、うん、でその同じ話題というのは何なのか、それからその運動をしている人たちの言ってることに共通点がやっぱりすごくある、うんうんうん、ということも含めて同じ話題なんですよね。でもう一つは僕はこの間からずっと言ってるのはその断絶があると。例えば今60代70代の世代っていうのは、70年代とか80年代にそのこういうことを知ってなんてことだということでちゃんとやらなければっていう責任感でやってるわけですよね。でそこから先僕らの世代50代あるいは40代後半とかもそうかもしれないですけど、もう完全のんぽりパッパラパー世代じゃないですか。でそこでやっぱ 大きな断絶があって、そこからヘイト時代に至るみたいなところがあるので、やっぱり僕はその後追いなんだけど、その断絶をなんか埋める、慌てて埋めることを一生懸命やろうと、うんうん、この、しばきテレビを通してですね、考えてるわけなんですけども、安田さんはそのあたり、いかがお考えでしょうか。これどこにあってもそうなんですよ。うん、関東大震災の虐殺の時、うん、あるいは僕と野間さんがすでに取材した青森県の大間がそうだった、うんうん、あるいは佐渡もそうでした、うん、あらゆる場所で先駆者たち、つまりこうした事実を深掘りし記録に残している人々っていうのは、うん、多くは70代80代なんです。そこに続く人がいないんですよね、うんうん、でそれ僕はとてもやっぱ大きな問題だと思って、うん、それは伝え方の問題ではなく、うん、そうした社会環境であったり、うん、あるいは教育であったり、うん、政治であったり、うん、行政の方針であったり、うん、そうしたものがやっぱ大きくの邪魔をしていると思っているわけです。ただ希望があるとするならばね、うん、先ほど野間さんが言ったように中学生が前に出てお話をした、うん、しかも日韓の中学生ですよ、うん、日韓、日本と韓国それぞれの中学生が共にこの運動にコミットしているということ、うん、あるいは関東大震災の虐殺に関しても、例えば荒川土手ではペンニョン、うん、やっぱり若い世代ですね、うん、主に20代30代の若者たちがこの運動を継承しようとしている、うん、千葉なんかでも横浜なんかでもやはり新たに若い人がどんどん参入してこの問題に、うん、要はいい意味で首を突っ込んでくるわけです、うんうんうん、僕はね、そこに何か一つ
希望を見る思いがするんですよね、うんうんうん、引き継がれた若い世代が、運動だけでなくてね、うん、そうした記憶の継承に大きな役割を果たすということ、うん、そうしたことはとても大事だなと思います、うん、だって知らないんだからみんな、うん、だからまとめると僕らの世代が一番ダメってことになるんだ。ダメだよ、全然ダメだよ同世代だよね、うん、全然ダメですよそんなのもう安田さんはもうその中ではもう全然まるで70代のかのような雰囲気を出していますけど。いやいや、そんなことない。ただ別に俺ゴリゴリの活動家でもないからさ、うん、なんだけども、うん、とはいえね、うん、やっぱり僕らの世代って、うん、やっぱりその辺一番無関心だったわけよね、うん、だからネットでも多いわけじゃん、うん、そうね。だから、うんこの間から言ってるその例えばね、群馬の森で、いつもフィールドワークやってる石田さんとか、うん、さっき の井上陽子さん、うんうん、フィールドワークやってた、それから皆さん大体同じぐらいの世代なんですよね、はい、うん、でこの間から僕がずっと話題にすることとしてはそのなんていうかな真面目さ、とにかく真面目だったと日本人はかつて。で今はその政府中枢に至るまでふざけきってるみたいな、まあどうなのかな、俺の記憶からすると昔から自民党は悪いんだけど、もっと真面目に悪かったよね。うんうん。ふざけてる感じじゃないっていう。いや、自民党は一貫して悪かったと思うよ。うん、一貫して悪かったけども、うん、これ、例えば僕、朝鮮炭鉱のとこの講演でも言ったんだけどね、うん、悪中の悪みたいなやつがいるわけ。うん、金に汚い。うん、例えば、古賀誠さんなんかそうですよ。古賀誠さんね。でもね、うん、でも戦争に対しては、真摯に向き合ってたわけ。うん、憲法改正は絶対許さなかったし、うん、それから沖縄の問題にしてもそうだった。うん、野中もそうだった、うん、あるいは山崎拓なんかもそうだった、うん、もうすでにみんな政治家は引退してるけども、うん、奇跡に入った人もいますよ、うん、でもそれなりにね、梶山勢力もそうだった、うん、みんなひどいですよ、うん、ひどいやつらだ、うん、ひどいやつらなりに、しかし戦争と、あるいはもっと言うならば差別の問題に関してはギリギリのところで踏ん張ってたわけです、うん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 、戦争は、日本は二度と戦争しちゃいけないんだということ、うん、そうしたやっぱダーティーな派とっていうものが自民党には確かにいたわけですよ、うんうんうん、でも今自民党はクリーンな鷹とダーティーな鷹しかいないわけですよね、うんうん、そうしたことはやっぱりね、世代とともに自民党そのものの体質も変わってきた、うん、だから僕は未だに金には汚かったけれども、うん、真っ黒ではあったが、しかし戦争の前では立ち止まって考える、うん、そこに踏み込まない、ギリギリのところで踏み込まないっていう政治家がいたことが、うん、かつての風景として僕は今懐かしく思ってるわけですよね、うん、まあ、とにかくその真面目さというのが、これから安田さんのインタビューを約17分流しますが、はい、痛感すると思います、はい、こんなにちゃんとしていて、そういえばこんなにちゃんとしてる人もっといっぱいいたよね。いや、本当そうです。僕らの世代と記憶がありますよね、日本こんなパッパラパーじゃないし、みんなこんなハスに構えて、しかも今日ひろゆきみたいなやつばっかりじゃないですか、そんなんじゃないですから、日本のそのかつての、かつて若者だった人ね、そう、正面から向き合って自分で責任引き受けるっていう、そういう覚悟を持った人がかつていたんだということ、うん、だから俺はムカつくのは、うん、国士だの日本男児だのね、愛国者だのって言ってるやつがまるで信用できないのは大変倉庫吐く割には何もしてないってことですよ。責任も引き受けないしね、何にもしないっていう、そういう人間が愛国者とか名乗ってることが本当に腹立たしいわけですよね。本当の意味で地域を持ってる、人間を持ってる人はどんな人なのかっていうことを、ぜひ次のビデオで見ていただきたいと思います、うん、はい、ではちょっと約17分あります、それでこれでその運動のことをもうだいぶ語っていただいてるんで、他のその関東大震災のこととか徴用工問題、それから強制労働の問題なんかと比較しながら聞いていただけると、いろいろ分かりやすいかなというふうに思います。ではどうぞ。刻む会は91年に、はい、創設されてますよね。はい、そうですね。井上さんは最初から関わっておられた、はい、関わるきっかけとなったのは何だったんでしょうか。そうですね、その頃は宇部で下大夏拒否闘争っていうのがあって、宇部市内の在日の方3人が下大夏を拒否されていて、でそれでキリスト教関係の皆さんとか、人権を考える人たちが下夏都市拒否闘争を支援するということでずっとされてきてて、で
その問題が、まあ、一段落解決、まあ、強制はないということで解決、法律的に解決されていったので、その時に山口武信先生の調整炭鉱の論文、地方紙に載っていた論文を、まあ、せっかくこう人権を考える運動をしてきたので、運動の流れからですね、やっぱりその問題に取り組もうというふうになったっていうことですね。だから山口武信先生は最初からおられたし、代表としてですね、はい。井上さんは宇部でお生まれになったんですか？うんうん、私はね、長野県下稲郡天竜村というすごいど田舎で生まれた。山の中ですよね、天竜村ですからね。はい、そうですね、はい、うん。天竜村っていうところ自体が強制連行されてきた朝鮮人の方2000人から中国からが700、800人、捕虜の皆さんも入れて3000人近い人たちを天竜川、まあ、暴れ天竜とかって言われてるぐらい厳しい川、流れの速いですね、その天竜川に平岡ダムっていうのを作るっていう風になって、でその方たちが、まあ、そこに強制労働させられていたということを全く知らずに、高校卒業するまで全く知らずに大学に入って知ったんですね。朝鮮人強制連行の記録っていう本を、パラパラッとめくっていたら、そこに自分のふるさとの名前が出てきて、でものすごい衝撃を受けたんですよね。やっぱり田舎に対するその何て言うか、私のイメージがあるじゃないですか。すごいいい人たちばっかりで、まあ、山もあり川もありきれいなところっていうような、そういうイメージがそこで崩されて、今でも、朝鮮人の骨が山に散骨されたままになっているみたいな書き方されてて、うん、でそれですごいショックを受けたんです。その時ね、学校の高校の先生、歴史の先生になぜ教えてくれなかったのかと言って手紙出したんですよ。手紙を出した。ああ、ね、読んだ時に、もうすごい、なんてこんなことを知らないまま成長したっていうことがすごいもう恥ずかしいというか、そういうので、手紙出しましたけど返信はなかったですね。調整炭鉱に関しては、うん、山口武信先生の、うん、論文を読まれた。その頃は、山口さんのことは知ってたんですか？山口先生のことは、武信先生のことは。少しだけ会ってましたけど、例えば下大夏闘争であるとか、うん、あるいは人権問題のこと考えておられる方々が集まって、うんうんうん、調整炭鉱に関して、そもそも考えよう、調べようという集まりがあった、うん、 そうですね、そこに井上さんが飛び込んでいった。飛び込んでいった。はい、そうです。それがだから、創設されるのが91年ですから、その前の段階ですね。90年とかそういう、はい。つまりその91年にどういう名前にしようかっていうふうにみんなで話し合った時に、まあ、歴史に刻む会っていうのは私が提案して名前が決まったんです。今の調整炭鉱の水非常を歴史に刻む会っていうの。なぜ刻む会にしたんですか？だからその辺が私が田舎のことを知らなかったショックっていうか、いやそういうのずっと引きずっていたんだなっていうふうに思うんですけど、それきちんと歴史に刻んで子どもたちに教えていくべきだっていうのがつながったんだなっていうふうに、刻む会を作りました。はい、目的は当初は何だったんでしょう？はい、目的の当初はですね、まあ、私たちが亡くなられた犠牲者の名前、全員のお名前を書いた記念碑、追悼碑か、追悼碑から自分たちの日本人としての この反省の言葉 を書いた追悼碑というものを作りたいというのがまあ一番だったですよね。運動の歴史などに目を通しますと、はい、山口武信先生が果たした役割というのは非常に大きかったと思います。そうです、はい、証言
を集めるとかいうのは、まあ、みんなでは考えたんですけど、やっぱり証言を集めるあの中心になられたのはやっぱり山口竹信先生がですね、あの韓国の生きている生存者の方の会いに行ってお話を聞いてくるとか、そうですね、うん、日本におられる在日の方に聞くとかいうのはもうどのような手段で、うん、手法で遺族の方にアクセスしたんでしょうか、うん、そうですね、あの、まあ、私たちがその追悼碑を建立するときに、創始改名をされた名前ではなくて、本名でね、できるだけ本名を探して本名で、刻まないと、その方の尊厳がね、まあ、保てないだろうということで、本名を探そうということがあって、犠牲者の名前で、朝鮮半島の皆さんにお手紙を出したということになりますね。大日本産業報告会の中に殉職産業人名簿というのがあってですね、それが朝鮮炭鉱のが発見されたんですよね。でその中に犠牲者の名前と年齢と、住所とそしてそのご遺族の名前、続き柄とかが書かれてあって、でそれが手に入ったので、それでお手紙を出すことになったんです。お話を聞かせてほしいという内容、そうですね、だからまずは、お詫びの言葉は述べてありますし、碑を建立するための本名を教えていただきたいとか、まあ、その当時のことを知りたいっていうようなことを、どのような経過でねあったのかみたいなのは、手紙には書いてありましたね。住所が分かるのが118通だったので、はい、そのうち17通も返ってきたんですよね。1割返ってきたってことですよね。そうです、すごいことだと思う。すごいことですね、はい、もうだって引っ越されてる方っているでしょうし、うん、で戦争もあったわけですから、うん、そのね南と北の戦争もあったりなんかして、もそれはとても大変だったんじゃないかなと思いますよね。そうですよね、はい、主にどういった内容のことが書かれていたんでしょうか。いやもうこの手紙で初めてそのお父さんが日本の朝鮮炭鉱というところで亡くなったっていうことを知った、日付と、うん、どこでっていうことが分かったっていうお手紙もいただいて、お手紙を出したら17通なんですけど、まあ、朝鮮炭鉱の場合はまあ募集っていうね期間だったんですが、同じ面って同じ村から何人もあの人も連れて帰った、この人もっていうのがあって、いや俺のところには手紙が来たけどお前のとこはみたいな、そういうつながりができて、次の1992年にはもう韓国で大韓民国、遺族会が 5,60 人で結成されたんです。92年の夏にもう代表の方が2名で、京都の在日の方が1名で3名訪ねてこられて、前に佇んだっていうのは、まあ、初めてなんですね。でそれからその話を聞いて、その追悼式を皆さんを呼んで、せめて追悼式ぐらいはしてあげようっていうようなことの流れになって、募金を集めてですね、もう当初やっぱ結構な募金が集まったんですけど、第1回目は十何人来られたよね。15人ぐらい来たんじゃないかなと思って。93年の第1回の追悼式には十数人が韓国からいらっしゃった、はいはい、うん、どこでやったんですか。浜辺ですね、ピーヤの見えるピーヤの見える浜辺で追悼集会を開いた、はい、もうあそこは干潮と満潮の差が激しいので、はい、干潮の時間を選んで、でテントを立ててあそこでやったんですね、はい、それから今度は追悼碑も同時に計画を立ててらっしゃいましたよね、うん、そうですね、はい、碑が完成したのは確か2013年そうですですね、はい、で2013年に完成して、はい、そこでまた遺族を招いて集会を開いた除幕式ですね。除幕式
嬉しかったでしょうね、それは。いや、もう天に昇る気持ちでしたね。もう、はい、もう有頂天になってたと思います、私なんかも。本当に、うんうん、なんていうか、ほっとするっていうかね、やっと約束が果たせたみたいな、あの遺族の皆さんに、うん、そういう、もう自分にとっても本当に、まあ、本当に嬉しかった日です。嬉しかったし、うん、ほっとしたし、うん、約束を果たせた、はい、そういう思いがあった。でもそれでは終わらなかった。あ、そうなんですよ。そこからが大変だったんですけど、私はもう有頂天で喜びに多分あふれた顔をしてやってたんですけども、遺族の挨拶に入ったら、鋭い言葉を投げかけられて、で、刻む会はもうこれで運動をやめようとしていないか、なんか冷や水をかけられたような。そうです、そうです。せっかく気持ちよくレセプションでこれからうまいビールでも飲もうとするときに、はい、いきなり遺族から厳しい言葉が飛んだ、飛んだ、これで終わりなのか、うん、という問いかけですね。そうです、自分たちは遺骨をふるさとに持って帰るまで諦めないということを言われて、でそれが皆さんが口々に言われたんです。一人だけじゃなくてですね、会長さんも言われるし事務局長さんも言われて、もう私は、ああこれはあの子フェリーで来てましたから、もうフェリーの中できちんと話し合われてきたんだなっていうのがもう本当にすごくよくわかる発言で、そんなこれを見て思いつきで言ったとかじゃないんですよね、はい、だからもうそれも含めてすごい日本人が持ってるなんていうかね、そういうやりきった感じか達成感みたいなところに、本当に何考えてんだっていうね、爆弾投げつけられてるの、そんな感じで。で、山口武信先生ももう挨拶とかされた後だったんですけど、壇上に階段があって、ちょっともう足もちょっと悪かったんですが、もう這うようにして中に上に上がってこられて、で山口先生がマイク握ってですね、遺骨を発掘しなきゃいけないって言われたんですね。井上さんではもともと遺骨の発掘は必要だとはお考えになってたんですよね。ええ、私は最初は遺骨の発掘返還を会の目標に掲げるべきだって言いましたけども、まあ会としてはこんな小さな会でね、そこまではできないという責任が持てないし、それを掲げることで韓国の遺族会の皆さんにとても期待を持たせることになるだろうということがあって、もちろんその当時の会は本当にちっちゃな市民運動ですから、まあ、そういう判断もあったかなとは思うんですけど、私自身はそのたとえできないことであっても、やるべきこととしてね、掲げるべきだっていうふうには思ってたわけですね、はい、遺族会自身はもう93年最初に追悼式ね、正式に始まった時にはもう建議書っていうものを県に出してました。で県に出した時には追葬されたままの遺骨をふるさとに返せというのも含めて、保障問題も含めてですね、県を通して国に出していたんですね。山口さんはその時、はい、95年から参加をされて、遺骨の収集発掘ということに関してはやはり念頭にあったんでしょうか。ですね、はい、最初に関わった時に私は遺骨っていうかね、その遺体とかはどうな、遺骨はどうなってますかっていうことを多分会の人に聞いたんですよ。たら代表の山口先生も志摩先生ももう多分溶けてるんじゃないかなって言われたんです。あ、そうなのかって、その時私はそう思って、まあ皆さん多分そういう認識でっていうのもあったのかなっていうふうには思います。だけれども一つきっかけがありまして、戦没者の遺骨問題を扱ってる方が、海底にある遺骨っていうのは意外と綺麗に残ってるってことを教えてくださったんですよ。でそれならな
あのやっぱり遺骨収集をすべきじゃないかみたいな方にみんなこう本気になっていくというか。でその塩川さんがまああれだね、そういう教えてくださったのもあって、電気探査とかちゃんと鉱口をあの探、もうその時鉱口自体がどこにあるかわからない状態になっていたので、あの探すような、ちょっと努力をしてたっていう感じです。この電気探査の結果はどう出たんですか？あの空洞がまだあって、空洞というか、うん、坑道自体は残っていて水がそこに入っているっていうあの調査の結果で、大体鉱口も大体この辺りだろうというあのおおよその、まあ、またここですっていうことは最終わからないんですけども、半径1メートル何メートル、うん、10メートル、まあ、誤差があっても1メーターとか2メーターのぐらい、そのぐらいの範囲で分かったという、うん、なるほど。そして今現在、まあ、今度鉱口を開けるという話が今出てます、うん、そうですね、はい、あそこにはつまり現在、まあ、雑草が生い茂っている、うん、あの一見雑木林の中であるかのような場所、もしかしたら過去そこが鉱口だったかもしれない、その場所をいわば掘り当てる、まあ、掘り返すというのが今後のお仕事としてあるということですね、はい。1991年から始まった運動が、はい、そうしますとちょうど33年ですね、はい、33年間かかって、まさに坑道を掘り進むように、そうです、ね、33年かかって、まあ、手掘りでもいいんですけどね、ここ手掘りでもフィールドワークで来た人がみんなスコープ持ってですね30回はやって帰れみたいな、そんなのもあったらいいかなとかは思うんですけど、はい、いや真面目まともね、あのこういう人昔たくさんいた気がします、ええ、であのやっぱり衝撃的だったのはその天竜村のね、あの朝鮮人強制労働の話を聞いて高校の先生に手紙を出したと、ま、なんで教えてくれなかったのか、生真面目だよね、うん、でやっぱりこういうものが失われて久しすぎるという感じがしますよね。そうですね、うん、逆に言うとね、こういう人がいたからこそ、うん、今さまざまな事実が明らかになってる、うん、いなかったらどうなります、国何もやらないわけですよ、行政何もやらないんですよ、うん、この調整炭鉱だってピーヤが残ってますねで終わってたかもしれない、うんうん、実際にこの運動が始まるまで、あるいは今でもそうなんだけども、うん、なんかねこのピーヤにお化けが出るって地元で噂があって、うんうんうん、それで怖いもの見たさに恐る恐る夜、うん、なんか度胸試しのために近づく、うんうん、そうしたことをする人もかつて多かったらしいの、うん、今でもいるらしい、うん、その程度の物語しか残らなかった可能性は強いわけですよ、うんうん、そうですね、でもしかしこうした人々が生真面目に生真面目に掘り起こして、うん、まさに地域のためにね、うん、あるいは人間の尊厳のために、うん、韓国の人々の命のためにここまでやってったわけ、うんうん、この人いなかったらどうなってますかってことを考えると本当ね怖いですよね。ですね。で、うん、まあ、それは、例えば、その、横浜のね、山本澄子さんとか、はい、あの、それから荒川の、何先生だっけ、あの、新民者さんとかね、はい、あの、そういう、千葉のね、はい、あの平方さんとかね、平方さんとか、はい、そういう人たちにも通じることですよね。で、本来は政府がやるべきことを、生真面目にコツコツと何十年もかけてやっているっていう、はい、で、これ、こういうものを、自虐史観と言ってきたわけでしょ。どんだけ浅いんだと、うん、いやどんだけ失礼かって話だしね、幼稚なのかということですよね。だからやっぱりこれ子供幼稚問題のような気がするんだよね。そうだね。そのなんか過去にそういうひどいことを日本という国がしたということに対して自分がそのショックを受けたり恥ずかしがく思ったりするか、そんなのはデマだというふうに思い込んで、そのやり過ごすかみたいなんで、やっぱりその幼稚な人が校舎に、日本全体がそっちに行ったっていうことですよね。いや、本当そうなんですよ、うん、で今ね体験相互ばかりがね目立つわけでしょ、うんうん、だって国を守るとか言ってる国士気取りの愛国者連中でね、国守るって言ってるくせに地域の商店街一つ守れないわけですよ、うんうんうん、シャッター通りそのままにしときながらね、うん、国守るとか言ってるとんでもない話だよね、うん、でこんなの国士でも何でもない愛国者でも何でもないわけで、うんうん、こんなの守るとか言ってるお前らが守ってるのって何なんだって、てめえのプラスだけじゃねえかって本当思うわけですよね、うん、そうしたことにおいてこういった地域でもってコツコツと小さな小さな運動から、しかしやってることはね、うん、本来
俺思うんだけど、うん、メディアがやらなくちゃいけないこともやってくれたわけですよ、うん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 、名前まで分かった、うん、そしたら普通はさ、うん、メディアってさまざま、例えば大きなメディアであるならばね、さまざまネットワークを使って調べることもできたわけ、うん、昔は金もあったし人もいたわけだから、うん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 、それ全部放棄してきたわけだ。こうした人々がまさに本来メディアがやるべきことをきちんと一つ一つ足を使って知恵を使って時間を使ってやってきたわけ、うん、それを我々おこぼれもらってるに過ぎないんだよね、うん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 、本当に頭が下がりますよですね。だから大いにそのこの真面目さをにも立ち戻らないといけないですよね、はい、まあ、僕もこの番組をヘラ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 しながらやってますけども、うん、表面的にヘラヘラしてても真面目に やるべきだなと思います。そうですね。それから山口竹信先生という方の名前が何度も出てきましたね、はい、この方はどういう方なんでしょうか。元高校の先生なんです。やっぱりもう、うん、やはりそうなんです、うん、で高校の先生なんだけども、うん、ずっとこの地域のね、地元の高校の先生だったんですけども、うん、ずっとこの PR の研究から始まって、うん、ずっとここで一体何があったのか、うん、どんな炭鉱があったのかと、うん、いうことを個人的にずっと調べておられた方なんです、うんうんうん、こうした人々の努力が下敷きとしてあったからこそ、うん、運動がその上に成り立っていったわけですね、うんうんうん、だからこの、まあ、ただ最初先駆者は誰なのかということです、うん、たった一人でもってもそうした調査を始めた、研究を進めた、そして足を使ってやっぱ取材ですよ、うん、取材をした人々の努力があったからこそ、うん、今我々がこうして放送することもできているし、うん、多くの人がそれを知るきっかけにもなったわけですね、うん、なんていうかな、この、山口さんのこともそうですけど、はい、そのこうやって一生懸命掘ってきてね、ええ、それで、追悼碑を作るだけでは足りないということを、はい、韓国の人に指摘されてハッとなり、ええ、いやそうです、これも真面目ですよね。真面目ですよね。反発とかないですよ、うんうん、でこれを自虐と言ってきたわけですよね、うん、全然違いますよね。これはプライドがあるからこうなるわけでしょ、はい、でやっぱりネトウヨとかその右翼というのはプライドがないなというのはそういうところで、ここで反発し、うん、幼稚に反発して終わっちゃうという、はい、ところだと思うんですけど、何が正しいかみたいなことに頭がいかないっていうね。でだから、うん、井上さんも山内さんもそうですけど、何をやるべきかということを考えて、それをやるべきであるという、難しかったとしてもやるべきであるという思考の組み立て方ですよね。だから何かにやらされてるわけではないという、その主体性の問題でもあるような気がします、うん、そうですね。でそういう意味で言うとね、遺骨を掘って返したいから政府はちゃんとやってくれっていうことを何回もこう申し入れに行ってて、去年も行ったわけじゃないですか。でそこで政府が言うことは何かというと、見える遺骨しか対応できない。要するに見える遺骨っていうのは何のことかというと、海底に埋まってるものは見えないので、それにはどうしようもできませんみたいな話で、それもいかにも日本って感じします。いや本当そうですよね。見えるものしかっていう、うん、でもねあれじゃない、うん、掃除しててその見えるとこしかゴミを、埃を吹かないみたいな感じのあれじゃないですか。そうですね、うん、でもずっと一貫してこの問題だけで政府はそうしてきたわけですよね、うん、分かりやすいことにしか手をつけてこなかった、うん、でもねふざけるなって話であって、うん、ここで事故があったことは、うん、歴史が証明している、うん、でそこで亡くなった方がいることも分かっている、うん、であるならばせめて現地調査をしっかりして、うん、何ができるかってことまで踏み込むのが、うん、僕は政治の役割だと思うんです、うん、政治っていうのは極端なことを言えば、うん、幸せな社会を築くために何ができるかってことですよ、うん、そうなった時に犠牲となった人々の調査をせずしてどんな社会が作れるのかってことですよね、うんうんうん、見えない遺骨はできない、いやでもそこにいることが分かっているのであれば、うん、きちんと調査すべきだし、うん、これは調整炭鉱だけじゃない、沖縄の遺骨もそうです。だって沖縄に関しては南部地区の遺骨があると思われている土砂を粉々にして、うん、でそれで辺野古の新基地建設の土砂の埋め立てに使おうとしてるわけでしょ、うん、その程度ですよ、うん、日本がねなんか生きがってなんかいろんなこと言ってるけども、うん、国のためとかなんとかってまたこういう話になるけども、うん、人間の尊厳を無視して遺骨をね、他国の軍隊のために自らの遺骨をぐちゃぐちゃにした土砂を使おうなんていうところが何が愛国かって話ですよね、うんうんうん、
ですね。で、はい、それに反対しない右翼が本当情けないわ。右翼批判が続きます。はい、すみません。はい、というわけで、男たちの慰霊碑の話もしなかったけど、まあいいか、毎年出してるやつですけどね。これね、まあちょっと出しましょうね。ちょっとこれ、はい、男たちの慰霊碑、いつも写真で出てくるやつの動画でお送りします。はい。動画というか音声なしです。安田さんに解説をお願いします。はい、ここにはね、もう一つの慰霊碑が立ってるんです、うん。これはですね、まあ、昭和でいうと57年に建立されたものなんですけども、うんうん、これは朝鮮炭鉱の関係者であったり、うん、地元の有力者が立てた慰霊碑なんです、うん。まあ、それはそれでいいとは思うんだが、うん、ここに書かれている文言というのがやっぱりとんでもないんですよね、うん。これ殉難者の碑となってるわけです、うんうん。でこの中に永遠に眠れ、安らかに眠れ、炭鉱の男たちよ、うん、こう書かれてるわけです。ここにはね、まず一つ、ここで亡くなった人の多くが朝鮮人労働者であったということはどこにも触れていない、うん。どこにも触れてないところか、永遠に眠れ、安らかに眠れ、うん、眠れますか、うん、安らかに、無理ですね、遺骨すら発見されていないのに、うん。こうした文言が使われているんだということ、うん。それから炭鉱の、おそらくこれ山と読むでしょうけども、山の男たちよって、うん、このどこかミソジニーがにじみ出てくるね、うん、文言からは、朝鮮人労働者もいなければ、うん、そしてそこで日本人も含めた、その事故にあって、人災ですよ、うん。その人災によって亡くなった人々の苦渋に満ち満ちた表情も言葉も、その人の人生も人間としての尊厳も何も浮かび上がってこない。うん、そういう慰霊碑だと思います。ただこれが割と近くにありますものですからね、うん、もし橋を運ばれた方は、地元の人に聞いて見に行っていただきたいなと思ってるんだけども、うん、先ほどの水木町井上砂地の刻む会ではね、うん、この慰霊碑の草むしりなんかもしてるわけですよね。結構周りをきれいにしたりしましたよね。してるんですよ。この慰霊碑が立ってるところはその元食堂の跡地だったらしくて、ね、下がタイルになってましたね。はい、はい。という、まあ、意向がいろいろ残ってるところなんですけど、まあ、今回はね、乗り物コーナーで、宇部興産専用道路をやってしまったために、はい、本当は朝鮮駅っていう駅がありましたね、はい。すぐ横線路が走ってるんですけど、そこに廃駅があって、はい、その跡地を探そうとしたんですけど、宇部興産専用道路の撮影に時間をかけて撮影することができませんでしたが、はい、まあ、まだちょっといろいろ知るべきことがここにたくさんあると思うので、またちょっとゆっくり訪れたいなと思います。はい、はい。それではこれでその日から終わるんですけど、告知を2発ほど。安田さんのあれ、前もお知らせしましたけど、そのさっきも名前出ました、その山本澄子さん。はい、そうですね。神奈川県、主に横浜においてですね、関東大震災の犠牲者、朝鮮人虐殺犠牲者に関していろいろ様々な問題を掘り当てて、うん、調べておられる山本澄子さんと私で、うん、対談形式の、講演会を開きます。2月12日、この日は月曜日、お休みなんですね。次の月曜日ですか？そうです。はい、今度の月曜日です、はい。1時から神奈川県立神奈川労働プラザの4階。はい、石川町の駅から歩いて5分ぐらいの場所だそうです。オンラインでも、見ることができるそうなので、会場でも、あるいはオンラインでも結構です。何か興味がある方はご覧になっていただけると助かります。VS、VS ってなってるけど、対決するわけですね。対決するんですかね。はい、はい。それからもう一つ、告知。何回かこの番組でもお伝えしてます、紹介してます、アーティストのチョン・ユギョンさんの、個展がこれは有田町で、あるということで、はいはいはい、お近くの方はぜひ行ってみてください。でこれはチョンさんが、チョン・ユギョンさんが考えた大村焼きという焼き物の展覧会。大村焼きですもんね。はい、でこれ前ほらノーヘイト TV のやつも作ってくれたんですけど、はい、これね、はい、ノーヘイト、あ、なんか飛んでるな、ノーヘイト TV って書いてあるんですけど、うん、ハッシュタグがね、これはその陶器で作った陶製手芸なん、はい、なんですが、うん、その大村、有田焼きで、そういうものを昔作っていたと。それで大村焼きっていうのは、うん、もちろんその大村収容所のことが念頭にあって、その、なんていうかな、やっぱりその朝鮮と日本の境界が大村であるというコンセプトをもとにそういう作品を作り続けているという非常に興味深いアーティストなんで、まあ僕らがこうやってる特集とも多分直接的に関わってくると思いますので、お近くの方はぜひ見に行っていただきたいなと思います。
ということで、今日はこの辺りで終わりたいと思いますが、またしても安田さんの契約時間を30分をオーバーしてしまいましたが、ね、出張まで行かされてね、大変です。いやいや、これ今回はね、私講演がありましたんでね。そうですよね。はい、それでね、安田さんの講演もフルで録画してあるんで、どっかで主催の方の了解が取れれば、あげたいなと思ってるんですけど、それはこれから交渉することになります。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。はい、では今年はね、鉱口を掘るとね、はい、はっきりと決意されてましたんで、はい、その辺もまたね、できたら取材したいですね。そうですね。はい、はい、ではそういう感じで今日はお別れしております。さよなら。ありがとうございました。